セオで好きなキャラはね、シノンの太ももかな。シノンでも大好き。キャラじゃなくてキャラの部分じゃないですか。シノンの銃構えてる時の伏せてる太もも最高ですよ。知ってますか、ヤシロさん。いや、知らんけど。太もも？はい、シノン太ももでちょっと、検索かけてもらってもいいですか？ほんまにな。あー、これ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 。これチームチャット貼んなきゃ。何してんすかってならないですか？シブハルから見れるし。シブハルも喜ぶかもしれん。あ、それはあるかもしれないですね。ハル君多分好きだよ。多分こういうの好き。M が好きだから多分シノンも好きだよ。オタクだから多分好き。オタクだから絶対好きだよ。シブハル絶対むっつり。ハル君はむっつりだよ。むっつりスケペだよね。とんでもねえこと言われてるわ。で、なんかレムちゃんのなんかの配信するとき、だいぶ気持ち、あ、なんもない。あー、気持ち、言ってない。気持ちの良い語りっぷりだったみたいな感じ。そうだね、気持ちの良い語りっぷりです。あー、よかったよかった。語ってたから。おめでチームチャットのこれ。この、これ、わかる？ヤシロさん、これ。どういう気持ちでヤシロさん、これを見たらいいの？結構がっつりっすね、これ。よくない？いや、まあコメントは差し控えさせていただきますね。いやねー、いいねー、一つだけコメントして。え、一回だけ、一つだけコメントして。嫌いじゃない、嫌いじゃない。うわー、嫌いじゃない。ほらな。嫌いじゃないわ。うわー、うわって言うやん。いや、ちょっと出してきたなと思って。いや、何がだよ。秘めたるヤシロ出してきたな。いや、ログに残すなよ。俺の発言履歴を文章にするな。いやいや、やっぱ文字起こし大事かなって思って。文字起こし。このディスコードチャットに残させてもらう。残すなよ。渋谷には見れるんだよな。スタッフさんには見られる。やめてくれ。え、なんなら食べられるの？捏造できるじゃん。え、これさ、ヤシロかっこ、舐めたいとか言って。おい、最低、それライン越えだぞ、マジで。発言捏造し始めたらいよいよだぞ。ラインめっちゃ超えてるぞ、それ。待って、待って、やったな、やったな。いや、でもね、弱くない。コースティックがいるところにさ、トーテムで突っ込めね、これ。トーテムで壊しに行こうやもん。